中村友貞は、中村上主。鎌倉時代初期のご家人。京、和歌、吉宗、中村クランド、中村左衛門の城。上。貞より十五代の孫に、宇都宮氏の五子に入るほどの等争と歌われた、中村玄閣がいる。文治年中に、友貞が、中村日立入道年西の養子となって間もなく、欧州合戦が起こり、文治五年年西と四人の息子が、 源の頼朝に従い欧州合戦に、従軍し品坂の戦いで戦功を終え、年西は、伊達軍と忍軍を賜り伊達の自投になった。研究年頃、下野の中村は、年西の三男の静が、日立の伊佐は、日立家じゃため宗、伊達は、宗村と息子の義弘がそれぞれ統治した。栃木県指定文化財、中村城跡とモサダは、年日に養育されていたが、 生児年頃に、年日が亡くなると、日立家じゃため胸によって養育され、県民年頃に、成人となると、年日の遺言に従い中村城に入った。それまで中村の章を預かっていた元綱は、実質鎌倉にいて、幕府の職についていた。友貞が成人し、中村城主となると元綱が長らく鎌倉にあったため、領地が疲弊していたので、友貞は領民によく、そして、 洋舟年にし、宗村よりの中村領における治水に励み、下付衣川よりの水路を勝ち売り口より領内への用水路開拓を自らの治性に尽くした。中村領民は友貞が亡くなった後に、中村城近くに友貞を死体、友貞を土人として祀った中村大明神を建立した。中村大明神上元三年、源実朝が、 日立家かじゃためむに、長予報の配領地の開墾を命じた際、友貞を、伊佐ためえの鎌倉館預かりと指示し実質は友貞、縫戸ぬいどの女婦士を、鎌倉の監視下に置いた。鎌倉幕府は、中村領を、伊勢神宮領小栗号、小栗三栗屋を管理していた小栗氏に児頭を任じ、中村領を管理させた。この頃、友貞は、吉宗と名乗っていたが幕府は吉常に通ずるぎの、 通字を良しとせずやぶともむねより一時たまわり、ともさだと改めた。ともさだ、その子中村の井戸のす孫の中村太郎は、やわた風に奉納するほどの弓の使い手であった。上限三年以後、ともさだは、だて、伊佐氏の元鎌倉にあって、丘陵の下屋国中村への帰還は叶なわなかった。中村氏が丘陵を取り戻すのは、鎌倉幕府が滅亡したともさだより五代後の、 中村協調の代まで待つことになる。中村友貞には、源の義経の意地であるとの伝承がある。青森県弘前市新寺町の縁明寺の縁議には、千歳丸の地の京王若丸は、義経の子であり、千歳丸を、日立坊海村に託し、日立の助年西に,に預け後に養子にしたとの伝承や、儲かし教育委員会、儲かし市案内収録の小林都市を、 中村城のことの文献によると、栃木県も大岡市の返上寺古辞詞や中村八万宮の記録の中村友貞についての出自についての伝承には友貞は陽明を平和化といい、その出自については、源義経の維持協和化であるという。古辞詞によると、源義経の維持協和化が異採州によって養育され成人を中村クランド吉宗と名乗り、後に改めて、 中村左衛門の城ともさだと名乗った。この辺城寺や中村八万宮を中心とした地域の寺院等に同様の伝承文献が存在する。東鏡の文治3年2月10日城には、吉明が欧州維持した際に、正室と男子、女子の子供を連れていたとされているが、衣川の戦いで死亡したのは4歳になる女児のみ、記載されていて、男子の死については記載されていない。 俗軍書類中の清和源氏系図には、源義経の男子として、死とせるが挙げられている。秀でが、ひたち海村に義経の縁者に当たるとされている、念西に,に託すよう命じたとのことで、義経一行が、欧州入りした、文治3年2月から秀でが亡くなったとされる10月の8ヶ月の間に平和家が連れ出されたされていることや衣川の、 戦いで亡くなったのが女子のみの記録などから、この千と丸が共和家であるとの伝承を裏付けているとの説もある。中里奈彦の研究によると、栃木県も大菓市の総本寺に現存する源の頼朝供養党と共に数期の破壊士群が存在する。伝承によると、中村智貞をはじめとする中村城主の墓所であり、天文十三年に下館城主、 水谷万流祭は佐村によって中村城が攻め落とされ領地が奪われた際に敵方となった中村城主一族の墓所と知られ打ち壊しせぬよう源の頼朝供養塔として後の世に伝わったとされている中里はこの墓石軍と中村城主一族との関係の手がかりを見つけるために墓石の宅を取り墓碑の文字を調査したが風化破損などにより 中村一族の破壊主軍であるとの確証を取るには至らなかった。中村大明神を由書返上寺の境内に、中村大明神として、中村友貞を祀る者が存在する。栃木県市町村市によると、中村大明神の由書については、中村左英衣、友貞志向、中村大明神と、高尻里祭り、再西十一月十五日土神これを、祭りるなりとあり、 中村ひたちの宗村次男を祀る者であるとされている。中村大名人は中村城落城の後、最後の城主となった中村小太郎次長を祀る小太郎名人としてその後、伝わるようになった。場所は中村城跡に建立されていたが、大正2年5月に現在の返上寺の境内に移築され、中村城初代の中村智宗を祭人とし歴代の 中村氏の人々を祀る者となった。なお、現在の中村大名人には、NHK 大河ドラマの独眼、竜正宗の制作協力として、名を連ねる仙台藩主会が作成した遺書書書が,が展示されている。同書では、伊達氏の紀元伝承及び、吉常寺伝承が採用され、中村と宗が欧州伊達に移る際に、中村の賞を吉宗に譲ったとし、吉宗は、 実は、源義経の子で陽明をへわかまると言い,い、後に友貞だと改めたと記載されている。陽明については、郷土遠隔誌には、亀王といった名も見受けられるが、詳細な出典は、記載されていない。中村氏側資料では、友宗の子、宗村、伊達氏側資料では、友宗とされる。また、伊達氏と中村八万宮では、伊達氏の子祖が宗村では、 孫卑文脈の藤原智宗に系図をつなげられないから、中村日立入道年西を智宗としたのではないかとの説を掲げている。東鏡は年西の次男を日立次郎試しげとする。ただし、中村氏側の伝承では年西は宗村とされているので矛盾はしていない。伊達氏側資料では智宗が伊達氏を称し、三男静我が、 ケア国派が軍中村に重視したとしている。中村城跡と伊達市、中里奈彦伊達市、P63 から65、南本の吉常周辺経図解説 P42、AB 小林都市を中村城のこと、儲かし市案内第4号、もうかし教育委員会、1985年。伊達市と中村八幡宮、中村八幡宮と欧州伊達市との関わり。 源の義経周辺経図解説 P80 建て市、経図毛かし市案内第4号、P73、中村市の墓所建て市の源流の地、ハブ稽古 ISBN4 から8323万65から2。ありがとうございます。